絶対譲れない部分みたいなのがポイントがあるんだ。絶対譲れない部分他に何があります？ご飯とかも、うん、なんか食のこだわりす強いんで、うん、ラーメン食べない人とかも、うん、ちょっと僕ラーメン好きなんで、うんうん、ラーメンはなんかこう一緒に井上さんがね、いろんなメニュー言ってる時にそれ聞いて、あのうーって井上さんのお腹が鳴りました。ラーメンとねラーメンでだったね、ラーメンとお肉で、すいません。可愛いとこあるでしょ、意外と。いや、そうですね、でもお腹空いてんだなと思ってラーメン食べたい。すいません。